勝は夢の間なれ。己の道を行くだけだ。高本が詰めている宮尾城は敵軍に攻められていて空前の灯火だ。密かに宮尾城に入って救援した後、高本と連携して敵本陣を吸収する。まずはその下準備だ。迅速に厳島神社を確保してくれるかい。奇襲の鍵は宮尾城だ。敵本陣を攻撃する際の起点になるからね。つまり宮尾城を守る高本が崩れたら作戦は失敗さ。悠長にはしてられないよ。ここまではうまくいきましたね。敵がいますが、まだこちらの動きを悟られたくない。この戦果、次の一手につなげなければ。敵将、打ち取りました。あまり時間はないが、ここは確実に仕留めていこう。この神社にいる敵軍を放置しておけば、後で攻撃される恐れがある。非常に勝負いたせ。敵将、打ち取りました。の奇襲か。手間取っちゃ帰って策を妨げた。彼は捨ておくとしよう。神さんの前で大騒ぎして秋もないね。お詫びは後ほど幾重にも。ただ今は時間がありませんので、ごめん。島内の敵軍にまだ動きはないようですね。風雨は敵の視界を遮ってくれる上に、こちらの気配も消してくれる。嵐様々だよ。下準備はこれでいい。次は宮尾城だ。城の裏門からこっそり入ろう。いざ兄上のもとに馳せ参陣。父上と高影に続くのだ。開門。宮尾城の戦況に注意しておきましょう。兄上がいれば大丈夫だと思いますが。高本が危うくなったら支えてやってくれ。それが弟であるお前や元春の役目だからね。お前と高本、元春は毛利家の三本の矢。心を一つに束ねれば怖いものなしだよ。敵将、打ち取りました。お見事でございます。宮尾城こそこの戦の要です。
兄上、よろしく頼みました。もし疲労を落とされたら怒ってくれるな。この兄はお前ほど才は知っていないのだ。いいね、私こそ兄上に遠く及びますよ。よろしく頼みました。軍勢が宮尾城に入っただと。嵐の中海を渡ってきたというのか。急ぎ厳島神社の兵を回せ。それが厳島神社の我が軍はすでに壊滅した模様。毛利が現れたとて所詮は小勢。光栄の兵を総動員して押し潰せ。お待ちよ。厳島で大軍を動かすは不利。急ぎ引き再起なさるのが上策でしょう。黙れ。お前は元就と親友だったら元就に情けをかけようとも、そうはいかぬ。ここで一手、この戦果次の一手につなげなければ。ここまではうまくいきましたね。ここまではうまくいきましたね。あ、いよいよ佳境だ。目指すは末遥かだ。それに城中高兼、攻め落とせ。出る力を尽くせん。この上はもとなりめに俺自ら引導を渡してくれ。それこそもとなりの思うつぼ。私が敵を食い止めます。船にてお逃げ。もうストーリーしよう。高くね、お前を疑ったこと許せ。さすがに春高だ。引き際を謝らないね。こちらとしては実に都合がいい。開門。いいだ、七へ参ろうか。なんと素晴らしき戦果よ。よし、我らも高兼殿に続くぞ。毛利高元を討ち、宮尾城を落としてくれる。おかげで良い死に場所を得られた。さらばだ。お見事な最後でした。父高兼の意志を継ぎ、ここは私が死守する。ボスが船着き場だ。高兼、ね、俺は必ず生き延びてやるぞ。どんなに必死に走ろうと、この島から出ることができなそうです。来ましたね、末遥かだ。もう逃げられません。己周到な。だが、まだ負けて決まったわけではない。
せよ。武吉殿、ご助力に感謝します。約束は守るさ。海の男は霧がていのよ。もっと手柄を上げる。上を狙う。敵将を討ち取りました。この戦果、次の一手につなげなければ。お相手いたす。派遣は毛利家が継がせてもらうよ。この勝利が当家を躍進させるはずです。友を失った父上の心中を思うと喜べませんが。